確かに。だけどね、ちょっと少なめには頼んだってことね。焼きそば作ったら食べる人。意外にいた。稲葉以外に作ったのかな。賛成。はい、馴染みよ。もう油の燃えよ。さあ、パチパチパンチで何杯食べる。はい、かっこよ。よいしょ。移動式焼きそば屋さんよ。本当や。会場焼きそば屋さんよ。会場焼きそば屋さんよ。販売していけば移動式。そうだな。売れそうね。マジでね。これあんだけいっぱい入れた時なんか、そう減ったね。ソースください、焼きそばソース。はーい。あ、見てた。はい。いやー、一旦まだまだいいよ多分。焼きそば完成。はい、焼きそば屋さん。しゅうちゃん焼きそばどう？どう？うまい！うまい！うまい！食べてないけど美味しいね。食べんでもいいね。じゃあもらおう。顔の。しゅうちゃん。はい、じゃあ。あー、ちっちゃ。ちっちゃ。もっとガバッと。ガバッとだもん。美味しい。うまい。うまい。よかったね。はい、よかったやん。ガバッと。ガバッといかんねん、ガバッと。肉。うまい。うまい。うまい。熱い。熱い。熱い。焼きそばいらんやった。あ、もらってます。あの、コウタ君と半分分で。もやいもやい。フィッシュフィッシュ。ネザーカマ。フィッシュフィッシュ。ロコ。お、来た来た。キチハタとかじゃない、キチハタ。はい。おおおー、アコーだ。アコーフィナイスー。キジハタナイスサイズ。そうだ、おえって言ってた。お、次は稲葉。稲葉フィーッ。稲葉よ、稲葉来たね。ベラはやめてよ。バレるかな。巻き寄ってきた。巻き寄ってきた。いや、落としてちょんってしたら来た。あら、かわいいかー。もう初めて釣ったよ。ありがとうねー。ミス。ミス。釣ってしまった。ナイス。ミス。はい。かわいいかー。このが超かわいい。たー。かわいさー。石井さんって笑っちゃいかんよ。な、リリースみたいな顔したやん。リリースみたいな顔。リリース。ありがとうね。マジで？何歳？何歳？めちゃくちゃ当たりでかくなる。え、なんか俺青物って思ったけど。グーンって。入り、なんか竿の入り方は青物だったよ。これは。え、じゃあこう穴とかあるかもしれんね。いや、めちゃくちゃいい入り方多いっすか？重いっす。お、めちゃくちゃいい竿の入り方ですよ。もう引かない。もう引かない。もう引かない？あら、あら、あるんじゃない？あら、すごかったよ、今の最初の一発目。ね、いや、青物かと思ったよ、マジで。描かりかと思った。本当に。いや、本当、そのレベルやったよね。うん、うんってしよったもんね。あー、でかい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 。うわー、あるよー。あー、うわー、あったあった。でかい。それ、タモ、タモ、タモ入れよ、タモ。タモー。タモ、タモー。あらかじくよー。あらかじくー。
あーやるやるやる、気持ち悪い、ナイス。すいません、お願いしてもいいですか。サモだ、えーえー、よいよい、ナイス、でけえこれ、難しいね。うわすげえいい入りやった。シューちゃんの顔ぐらいあるじゃない。ナイスシューちゃん。うわ来た、おあーあー当たり、めっちゃいい当たり。ここら辺じゃおるかも、うん、めちゃくちゃいい当たりよ、えぇ、ー、よいしょ、え、マジか、今のいいやろ、うぇ、ナイス、よしでっけ、はいよー、シャッター、なんかいろんなところが、あ、稲葉さんにも来た、うん、おぉ、ちょっとフィーバーだな、みんな、フィーバー、フィーバー、どうぞ、早く、何やってんの、稲葉さんは、何やろか、持って帰りやすいって、ずっと出待っとったもんね、持って、おしょうさんも？ダメやった？お？めっちゃ！稲葉！なんで？いやさっきめちゃくちゃいい当たりやったっちゃ、俺も。児玉さんが釣ったちょっとガーンできた。しかも結構上の方で。ですね。やる気が出てきた。でけえ。ナイス。いいサイズ。ナイス、8000円やね、8000円、はい、ありがとう、でしょ、すごい、でかいね、でかいのいっぱい釣れたんや、行くよ、そう、イエイ、ナイス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 、おいしそうに見えたんやろうね。稲葉がなんかフィーバーしてる。でかいぞ。でかい。でかいぞ。根がかりだぞ。稲葉でかそう。根がです。根がかりね。根ちゃん。はいよ。はいよ。はいよ。え、今ね、近くで外出てるね。おろろろろろ。ん？ショウも来た。おお。合わせ合わせ合わせ。巻いて巻いて。合わせ、ガンって、ガンって開けろ、ガンって開けろ、そう、そこまでついた、ついた、ついてない、いや、一応開けたけどか、ちっちゃかったね、人でしょ、お、ね、取れた取れた、うん、稲葉さんのもでかい、でかいんじゃない、はい、あ、そのまま胸のさんが全部わかる、今日一の桃屋さん、なんか、いや、言うて、そが起きないワンチャンコースね、うん、あー釣れとった、釣れとった、おいナイス、ナイス、鬼合わせしたばって、ちょっと後でカリ釣れとったんで、あ、まだこの人使う、ナイス、おー出た、え、まんま太い、おー、まんまでかい、でかい、やらかぶ、ナイス、ナイス、でかー、そりゃ張り付くわ、うん、でかー、あらかぶ、よろしく、ダメだ、重さ、ショックまだリリースしか釣っとらんよ、拾ってる、拾ってる、ミランデこっち、ミランデ拾ってる、ミランデでかー、やったー、持ちたい、持ちたい、もともと、おー、すごいやん、稲葉さんよりすごいやん、うわいいの？はは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 、そうね、何回も下に落として引いてくれてる、うん、父ちゃんの意見は中子だね、父ちゃんのこと尊敬しとる、うん、お、嬉しいなでも好きなのは、お、徳ちゃんが釣れた、ちっちゃい
ちゃかちっちゃか、笑いちっちゃか。あ、そっちやったかね。はい、おい、あらかのあらかぶ、ありがとうございます。ナイス。口持ちたいって。いつになったら来たかな。来た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 。気をつけてね、グッて。あ、結構強い力で持たせて。おお、ちょっと怖かったろ。ナイス。ナイス。クーラーに入れとって。クーラーに入れて。お父さんとバッタッツ。ナイス。うわ、外出て。あらかぶだらけ。やったー。ナイス。徳ちゃん。まだ釣りよった。おう。パパ、これでしょ。あの、お、だいぶでかそうな、なんか。ちょっと拾ってる。呼んだもんね、呼んだもんね。おー、でかい。おー、こっちの木はフィーバーよ。おー、胸足でかかり。でかかった。おい、弟子やん。どれどれどれ。おー、でかい。アラカブ。アラカブ。マチグで。マチ、アラカチグ、アラカブ、バラエツル。よし、サムネ参戦すかな。サムネ参戦できるかな。サムネ競争。でかか。さっきのサムネマンたち戻ってきて。サムネ競争。はい、チーズ。あらかじぐ。あらかじぐいっぱい取れました。はい、オッケー。ナイス。どこだ。一応かよ。じゃあ俺も最後チーズ。あら、翔さん地球釣った。なんで？あ、パピー、今撮っています。パピーパピー、はい、そこの感覚分かる。やめてやめて。パピー見て、パピーパピーがいる。パピー見て。あ、来たー。ほら、こっちこっちこっち。あ、リコちゃん撮って。よっしゃー、リコちゃん撮って、上手に撮ってよ。なんでよ、撮ってー。取れてる？ちゃんと取れてる？取れてる。ちゃんと取れてる？取れてないよ。取れてる。全然取れてないよ。ちゃんと映ってる。ほら、こっち取って、こっち。こっち取って、こっち取って、こっち取って。いやいや。取れてるね。取れてるね。取れてる。取れてる。このまま取ってね。それ、うん。おいもいいと思うよ、取らんで。おじさんたらそんな取らない。大丈夫よ。ちゃんと何が釣れたから映さんといかんよ。はい。こっちゃん、こっちゃん映してね。分かってね。ほら、出てきたよ、魚。来たよ、リコちゃん。はい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 。魚。はい、もうちっちゃいね。ちっちゃいね。メバル？アラカブ。メバル。アラカブ楽しいね。あと、コウタおじちゃんバージョン取ってあげて。寝ている。寝ている。コウタおじちゃんバージョン取ってあげて。見てないよ、あれ、目開いてないけん。叩いて、起こして起こして起こして。インタビューして、インタビュー。やば。インタビュー、なんか質問してみて。今眠たいですか。お、あらら、ああ京子さん。俺が投げたやつ。はい、はい、うん、さっきの状態でぐるぐるってつけました。てことで俺なんちゃう。はい、ほんとや。おーおー、でかぶ、でかぶ、人生初ジギング。ナイスです。あらかじぐじゃないですか。あらかじぐ、あらかぶばっか釣る。テオレさんのも釣れてる。もう釣れてないでいいよ。もう釣れてないでいいよ。いつもあらかじぐやろ。あらかじぐ、あらかじぐで。お、さっきと聞いた。あ、本当だ、ビンビンになってる、ビンビン。良さそう、これ良さそう。ナイスでーす。なんかまた急に騒がしくなってきたですね。不思議なの。
おお、すごい。おい、これもいいぞ。おお、ビーバーや。これもいいぞ。ビーバー。ビーバー。来てる来てる。ナイス。いや、イギクの時はよく。確かにね。確かにすんなり負けようもんな。腕売りや。腕売り。多分。稲葉さんはすごい。それで外せばいい。うん。ポテト外す？でかい。おえ、ナイス。これめちゃくちゃいいじゃん。しかもここだけビーバーしとるね。ですね。おお、糸も荒株も回る回る。回る回る。荒かじく。お。お、翔さん。違う違う、これ違う。もう見られてるわ。また。翔さん。連れとる？タイじゃね。タイじゃね。タイじゃね。あ、連れとこた。超、それでかかったやん。いやいや、もうこの前パターンやんそう。いやいやいや、でかいやろ多分。はい。でかいの？でかいの？小台？いや、やめて、本当やめて。でかそう？でかそう。いやいやもう。でかいたいよ。でかたい。あもう。ういー。ビラショーやん、ビラショー。ビラショー。ビラショーやん。メラショーやったぜ。おお、どんどんこれは来たか。あ、抜けた。あ、まだ。あ、来たか。あ、ブリや。あ、ブリが来たぞ。うわー、起こせ、起こせだ。毒があるぞ、何よ。起こせだ、起こせだ。本物の起こせや。ウニウニ動いてる。それまたうわー、あらかじぐは、うん、だって今レナちゃんのワクワクして見に来てこれ見た瞬間走って逃げてたこれは危ない。これ普通の国税やったら超高級、ね、超高級。この間のあの朝ごやけこれ超高級。いや何を小遣いわかんない。じゃあ一応持って帰ります。持って帰ります。だるま超鬼だ。この背びれに毒があるけんね。こん中入れてたら怖いね。でもラストシーン。うわなんかおこせてブヨブヨなんすね。そうだね、海がね、うん、うカメラマンしたいと、やってみる。ちゅーちゃんやってみる。ちゅーちゃんやってみるってよ。ちょっと急いでヨーラちゃん映して。俺は映さんでよか。音タンバ映して、こん中手入れて。質問どうぞ。質問？お父ちゃんは食べ物で何が好き？食べ物？手羽先の唐揚げ。僕がね、一番好きな食べ物はカレー。カレーか。じゃあ、一番好きなお菓子は何？一番好きなお菓子？うん、ね、アルフォート。そうなんだ。僕はね、僕はカメラマンも毎回答えてる。自分の好きなお菓子も言うとね。好きなタバコ。好きなタバコ。セブンスターメンソールの5ミリ。僕はタバコは好きじゃない。お父さんにお願いしてタバコを吸うのもやめて。タバコ吸うのやめてください。ごめんなさい。まだ無理です。ごめんなさい。考えます。ありがとうございました。あら、みんな質問が来そうって思って切り上げた。帰りまーす。終わりまーす。じゃあ港に戻ります。終わりました。帰ってきました。みんな疲れ果ててた。いや暑かった暑かった。石井さんとかめっちゃ日焼けしてた。見に行こう。はい、石井さんの日焼け見に来ました。やばか、こっち側から見たがいい。いやみんな今日楽しかったっすか。楽しかったぜ。コータなんかほとんど寝とらんやった。いやコータ釣った。はい、あ、タイ釣ったね。そんなでこなんか。あの今から帰ってうちで料理して食べようかと思うので、時間がある人は来てください。小麦くん一番大きくて何つった？一番大きくて荒株。
今回ガチでみんなそんな感じだったね。携帯ぐらい。あ、でも京平くんはアコ、アコはどんくらいですか。ちょっと大きかった。でも児玉さんの方がもっとでかかったでしょ。もうちょっとで、うん、石池どうですか。おー、イサキ釣れたなら大満足たい。ちょっとチョウカミを、キョウヘイ君、今日チョウカミに行きましょう。オープン。おお。いや、このアコとかめちゃくちゃでかいもんね。見てみたら、ほら、あ、アラカブとかすごい粘るや、これ。これの倍ぐらいはリリースしてるやろうけん。いや、いいチョウカでした。イサキも結構釣れたんですね。動画いい感じやって、おかげさまで。ありがとう。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。